下向いたままって思うんですけど、なんかこの辺にヘッドが落ちそうな気がして引っ張っちゃう、うん、はいはい。でもそのちょっと上げてもらっていいですか、ね、これをいくら真下に下ろしていても腰を回してきたら、あ、そうね、はい、ダフらない、うん、これが止まっててこうだったら空当たっちゃいますけど、回ってきたら当たる。私これやるとこっちになっちゃうんですよね。あ、それはフェイス面っていうか左手の甲が上向いちゃうから。おお、なるほどね。下向いて腰回ってしか向かないです、フェイス面。マンブリ。こう、美穂さんのマンブリが見たいっていうコメントが来てたんで、美穂さんマンブリ したいと思います。ここをマンブリします。いや、めっちゃすごいんだけど。でもね、体すごい強いと思う。今のやったら結構ボキボキボキって。うわー。いや全然あのね、怖すぎて。あれ？あのカート道の方にあります。あれ？すごいね、ヘッドスピード、何キロあるんですか、何キロなんかトラックマンで測って、45、46とか。へぇ、男じゃないですか。違うか、長いので測ってそれぐらいだったんで、多分これだと、まあ、45くらいになる。普通の女の子の10ぐらい上だってプロでも40ぐらいですよ、多分女子プロでも。速い人は速いけど。そうですね。なんか平均する女子プロだと40ぐらい。40ぐらいですね。胸を下に。ナイスショット。いいとこ。いいとこです。下はあんま向いてない。男だよ、男。でも今振った音がもう、あんだけ振れればもうトラップは。マンブリって言葉があのこんなに似合う女子もなかなかいないと思う。似合ってます、マンブリ。にくい、これ。これもまた、なんか事件になりそうな気もするけど。大丈夫、今日はついてるから。そっちから行きます？せっかくなんで。強い、メンタルが。私だったらすぐこっちから行くけどね。まあね、ここからやれるのは本物よね。いや大丈夫じゃない？超えろ。あー、いやー、すごい薄かったな、今。薄かったよね。なんか柵近点。打つもんね。ナイス。いや、ごめんなさい。私はなんかさらっと見ましたよね。平らめ？平らにしてみたいな。スパイクがすごすぎて。高評価もよろしくお願いします。高評価。ありがとうございます。伸びれば来るけど曲がるか。えい。あ、つい引っ掛けた。お、本当。言わなかったらよかった。めっちゃ引っ掛けた。ありがとうございます。イエイ。取りよう。取り返して。でもなんかおしゃれ。うん、確かに。どっちかは分かんない。
ずいぶんこっち向いてるな。イメージはこっちなんだけど。まあでも最終的には向くんで大丈夫です。うん、ナイスショー。おお、美穂さんのイメージ、イメトレ大事じゃん。イメトレ、美穂さんイメージでいってみよう。ちょっと違う、なんかもっと、ね、右にねズコッって押すんだよ。なんかなんかでももうちょっと近いかもな、パウダーとクラブが。もう見届けよう、どうするか。洗濯の時です。これすごいよ。でもずっと後半を狙ってって失敗してますからね。私距離的にはいける、距離的にはいける。狙っていく方、コースじゃない。距離的にはいけるんで。これ全部ツオン狙ってんだよ、パー5。ちょっ距離的にはいってる。ちょっと逃げましたね。うん、でも左のいいところ。はい、多分グリーン横だと思います。うん、今日はじゃん、キャディートークを持ってきました。美穂さんがよく使ってる距離計なんですけど、これね他の距離計とちょっと違うんですよ。なんとこいつグリーンが測れるらしいんですよ。あれをピッと、お、22メートルの高低差がプラマイナスじゃない？プラスですね。18メートルまっすぐの 0.3 登ってるのの22です。はい、スライス。はい、結構すると思います。はい、いや、もっとするか。てかもっともっと、あ、思いのほか距離感良かった。思いのほか距離感が良かった。これ軽い、軽い、この計測器使いやすい。うん、なんかあのターゲットにこの円が合わせやすいね。当てやすいです、当てやすい、すごく。丸に合わせ、あと雨にさっき言ってたけど強いんですよね、割とね。結構測れますね、小雨ぐらいだったら。結構使えなくなることも多いんですよ。そう、使えなくなるから私も使ってるやつもちょっと霧雨にでもなろうもんなら全く反応しない、使えなくなっちゃう。結構最初にいろんな7番アイアンの距離とか入れるといいらしい。グリーンを測れるっていうのをやってみたかったんで測れました。表示がちょっとね、まだ初心者で、キャディートーク初心者。いい高さです。戻ってトン右、一応持ってます。あ、持ってる。強い。あー、止まれ。
惜しい。食べろ食べろ食べろー、いけ、ナイス、ナイス。いやー、この間ボールリフティングしたら、はい、事件みたいなことになって、なんか全然できなさすぎて。はい、皆さんのチャンネル登録と高評価の方も、イベントないな、やばい。皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。コメントもお待ちしています。美穂さんに聞きたいことあったらどんどんコメントに書いてもらえると嬉しいです。お願いします。では次回も楽しみにしててください。バイバーイ。